おはようございます、井出蔵です。今日の海は波も風もなく、とてもいい天気です。朝日もとても綺麗で、とても気持ちがいいです。今日は他に出る船があまりいないので、ほとんど貸し切り状態。毎回言ってますが、釣れる気しかしません。いつもこの瞬間だけはとても気分がいいです。今回の釣行は久しぶりの海です。3月になり、やっと穏やかな日も訪れるようになりました。こんな日ばかりが続くと本当いいんですけどね。そろそろのっこみが始まる時期になりました。その調査も兼ねて今日は頑張っていきたいと思います。この時期はまだまだ渋いかと思いますが、なんとか皆さんの参考になるような釣果が出せるように、ひたすら竿をしゃくっていこうと思います。前回海に来た時は全く釣れずの丸坊主、釣果も残せず動画も残せずでした。それでは行ってきます。今回の釣りは本当に調査も兼ねているので、なるべくたくさんのポイントを探っていきたいと思います。定番のポイントから新しいポイントまで、とにかく次につながる釣りができるといいと思います。残念なことに青物が入ってきているという情報は全くありません。今年は青物が少なくて本当に辛いです。なんとかいいポイントを探していきたいと思います。早速ポイントに着きました。あとはひたすら竿を振るだけです。15分ほど竿を振りましたが、全く当たる気配がありません。少しでも実績のあるポイントを探して、どんどん竿を振っていきたいと思います。ジギングだけでなく平場ももちろん試します。ここで待望の当たりです。思い切って合わせましたが、あまり反応は良くありませんでした。ちなみにここのポイントは 80m、 少し深場での釣りになります。はい、ここでホウボウと言ってますが、これは金頭。まあこんな間違いはよくあることですね。当たりもないので、このまま移動を繰り返します。風はなく本当に釣りやすいのですが、潮があまり流れていません。やはり潮が動かないと魚は釣れませんね。とにかく新しいポイントを探して動きたいと思います。
ここのポイントは水深70メートル、サワラを釣った実績もあるポイントです。割と潮通しのいいポイントなので、なんとか1尾は釣りたいです。お、なんか来た。知らんし、頼むで、エソ以外でお願いします。なんじゃこりゃ、でかっ、よいしょ、でっか、なんじゃこりゃ、おほおほえ、でげえな。ここでのヒットは丸々太ったカサゴ。でっけーなこりゃ、おほほ、45あるけど、でかっ。正直ここまででかいカサゴは釣ったことがありません。45、丸飲みやねえか。そら45ってね、100g のTジベイトも丸飲みです。本日の釣果は以上でした。全くもって厳しい釣りでした。気持ちよく出船したんですけどね。お昼過ぎあたりまで粘りましたが、やっぱりダメですね。大量の釣果はタイの残りが始まるまでお預けですね。ポイントを探していろいろ走りまくったので、今日のところはおしまいです。寂しいクーラーボックスですが、なんとか存在感のある一尾が入っています。次回に期待したいと思います。それでは皆さん、次の海で。